山田木之助山田木之助から1913年2月20日は日本の弁護士、政治家、衆議院議員、衆議院初期官庁、司法次官、東京大原人組合会長。号は、田南、東京専門学校、イギリス法律学校創立に関与した、大阪、船場の昇家に生まれた、八郎兵衛の次男、聖川は野を、 桜井屋といい、江戸時代から代々続いた、富裕な役種座頭賞として有名だった。母、心座様は木之助が4歳の時に死去した。父は、6歳になった木之助を、船場淡路町にあった樹者、藤沢南岳の泊り園書院に通わせた。漢学、特に漢詩の素養を身につけた。やや成長してから、大阪英語学校に入った。1876年。 東京改正学校に入り完備生徒となった。後、同校は東京大学と解消されると、同学法律生となり1882年、以来1885年まで法律事務に従事し、傍ら奥隈重信を助けて、東京専門学校解説に関わった。また立憲会新党に入った。イギリス法律学校の創立に参画した。1885年。 司法省検証書機関に任じられ、以後、司法省参事官、大審院検事、大審院判事を歴任した。しかし法典論争で延期派に立って、司法大臣、山田明義と対立し、職を辞した。1891年2月、大元人となり京橋区に事務所を設け、以来1897年9月まで、訴訟事務に従事。 東京大原人組合会長に3度選出された、他、イギリス法律学校の東京法学院への改祖にも尽力し、また、海軍主系学校教授も兼ねた。さらに法典調査会の委員を務めた。1897年には、衆議院初期官庁に任ぜられ、正五位に女せらる。1898年、日本最初の政党内閣である、第一次、大隈内閣が成立すると、 抜擢され、司法時間となった。同年3月、衆議院議員臨時総選挙に際し東京府第3区より、押されて、衆議院議員に当選した。同年8月、再度の臨時総選挙においてまた集合を担って、当選した。晩年は、病気がちのため全く陰遁的な生活をなし、牛込めく市ヶ谷役を寺前城の自宅に、引きこもっていた。1913年2月20日死去。 葬儀は同年2月23日築地本願寺において物式により挙行された。木之助は大阪商家の子である。大阪英語学校に在学中、父から命じられて通学のとじ掛け金を集めた。そのため木之助は常に布財布を携えた。学友は木之助を見れば小僧少しは集まったかと言った。 木之助はこれに応じて、とんと集まらんさかい困るわいと言った。木之助は、平素極めて酒を好み、晩年病気のため弁護士の職を廃したが、酒を飲むことはやめなかった。有名な講師家だったため友人を困らせることが、たびたびだった。大熊博の管理区会に招かれた時にもたらふく、飲み抜いた人に、犬飼い牧道の宅に押しかけて、散々猫の牧道を攻め、果ては、 家内中のものを辟液させて再び、早稲田邸へ取って返したが、夜の一時近くであったから、大熊も寝床に入った後なので、家父を大酒に飲み始めて、大弱りをさせたことがあった。木之助自ら、酒清、主戦と叩いた,た。1905年の日比谷焼き打ち事件で、木之助は、京都収集罪として起訴され、刑務所に収監されたこともあった。桜屋の当主は、代々、 八郎兵を襲名した。桜井屋八代目当主である木之助の父、八郎兵の救命は、雪沢富三郎だった。富三郎は、西成郡淡路村の百姓、雪沢九兵の三男で、桜井屋の家付きの一人娘氏を飲のことなって、桜井屋八郎兵を襲名した。ありがとうございます。